おはようございます。おはようございます。山脇です。今日はお忙しい中、多数の方にこのサイバーシンポジウムにご参加いただきまして、ありがとうございます。今回12回目というふうに聞いておりますが、3月末から3ヶ月強の間に12回という素晴らしい実績ということで、この企画運営に当たられている喜連川先生はじめとする、国立情報学研究所 NIA の方々、大学の先生方、参加者の方々に、改めて感謝を申し上げます。この、ポストコロナ、ウィズコロナの時代に、社会の様々な分野でサイバースペースの活用進んでいますけれども、当然教育研究も、例外ではありません。今日、情報分野とこの教育研究の関わりについて、私の問題意識と今後の方向性について、少し話をしたいと思います。まず研究のデジタルトランスフォーメーションについては加速的に進んでいくと思います。そのための情報の基盤の高度化が不可欠だと思います。その構成要素はネットワークとデータ基盤と計算資源。今まではこれがバラバラに進んできたと思います。今後は、ネットワークかけるデータ基盤かける計算資源。この一体的なシステムが必要になるというふうに考えています。特にデータ基盤。研究に用いるためのデータをどう取り組むのか。パーソナルデータとか医療データ。それからまた研究から得られたデータをどうやって活用するのか。このデータ基盤というものが鍵になるだろうというふうに思います。教育分野でも、遠隔授業はもちろんですが、教育データの活用とか、信頼できるシステムを作る。そのために、教育と情報科学技術のシナジーというものが求められていると思います。また実践面では、高等教育、大学が専攻して、初等中等教育、小学校、中学校、高校、ここに展開していく。そういうような戦略性が必要だというふうにも思います。また、この情報、教育研究と情報を結ぶバックボーンになるのが、学術情報ネットワーク、サイネットだと思います。そのサイネットも変わらなければならない。今までは大容量の情報ネットワークが中心でしたが、研究データ基盤との一体化が必要だと思います。研究データの蓄積、共有、そして活用、その機能との一体化であります。次世代のサイネットに向けた進化が必要だろうというふうに考えます。さらに、このサイネットの運営を支え、情報研究の拠点である NII、国立情報学研究所、その役割も増大していくと思います。今までの大学のためのネットワーク、情報基礎科学、そういう役割、から脱皮をして、新たな役割が期待されていくだろうというふうに思います。デジタル化時代の成長の、我が国の成長の基盤としてのネットワーク整備、また研究だけではなく教育への貢献、さらには社会のニーズに対応する実践とか、その結果の研究へのフィードバック、このような新しい機能を達成するための NII の体制強化というのも今後の課題ではないかというふうに考えているところでございます。今日はこのような課題に向けて、このシンポジウムを通じて新たな教育研究の姿を皆さんで議論していただいて、発信していただいて、より良い、実りある議論につながるように、将来につながることを
期待しております。ちょっと長くです。以上です。